デロ,デロス同盟、デロス同盟、デロス同盟は、エーゲ海周辺のギリシア諸ポリス、都市国家が、ペルシア帝国軍の来襲に備えて、アテナイを名手として結んだ同盟。紀元前478年に結成された軍事同盟で、最盛期には200のポリスが参加した。各ポリスが一定の兵戦を出して、連合艦隊を編成し、それのできないポリスは一定の納入金。 掘ロを同盟の共同金に入れることにした。加盟している諸ポリスが軍艦や船を出し合い、経済的に軍事的な交流を深めた。しかし、アテナイの保有する艦船は、アテナイ以外の全ての都市国家の保有する艦船の数を1だけで上回っていたため発言権が強かった。他のポリスは、アテナイの艦船やピレウス港の維持に貢献し、その見返りとして関英下界の経済、 商業の恩恵を得ることとなる。共同金庫は共通の信仰の対象であったアポロン神殿のあるデロス島に置かれ、同盟の会議もそこで開催された。ペルシア戦争第二次遠征においては、紀元前480年のサラミスの海戦及び、紀元前479年のプラタイアの戦いにより、ペルシア軍が敗れて撤退し、ギリシアには一時的に平穏が訪れた。 しかし、ペルシア軍の攻撃による被害の爪痕は各地に残り、ギリシアの人々の間には、ペルシア軍の再来襲を危惧する懸念が広まっていた。プラタイアの戦いで全ギリシア軍の葬式を取っていた、スパルタのパウサニアスはあまり評判は良くなく、傲慢とされた。また、スパルタの監督官庁、エホロイがペルシアとの内通を、デッチア、追放死に追いやった。こうした背景から、 スパルタにギリシア諸国の多くは反発することとなった。他方でペルシア軍の撃退で功績を上げていたアテナイの評価は高まっており、その結果ペルシアに対抗するための新同盟はアテナイを中心とするものとなった。紀元前478年から477年の冬にギリシア諸国の代表者がデロス島に集まり、そこで デロス同盟が正式に結成された。結成当初の目的は、対ペルシア軍事同盟であったが、紀元前449年に、カリアスの和訳が結ばれた後は、対ペルシア軍事同盟としての意味を創出する。その対策として、アテナイが保有する200隻の三段階線を輸送船として運用することにより、経済、文化交流の意味合いが加わっていくことになる。 軍船を、キオス、サモス、デスボスなどが拒出し、多くのポリスは資金を拒出した。当初は、デロス島で開かれる代表会議で同盟に加わる、各ポリスが意見を表明し、拒出された資産を同等に置かれた金庫で共同管理していた。その後、ペルシアの軍事的脅威が薄れた後、全454年には、デロス同盟参加ポリスの合意と、 アテナイ市民議会の賛成多数により、三段回線の運用、維持を行えるピレウス港を保有しているアテナイに、金庫は移されている。こうして、名実ともに、アテナイを中心として、エーゲ海の都市国家、理想をまとめ上げてゆくこととなる。対ペルシャの脅威に立ち向かうために一致団結が求められたことから、同盟からの脱退は、基本的にないとされた。しかし後には、離脱しようとする。 都市国家、ポリスに壊滅的な打撃を与えることあった。早くから脱退を図ったナクソス島は武力で鎮圧され、タソス島の離脱も抑えられて制裁金が課された。こうして次第に同盟はアテナイが他のショポリスを支配する機関へと変貌していた。こうした状況を指してアテナイ海上帝国と形容する歴史家もいる。こうした アテナイ海上帝国の台頭に強い懸念を抱いたスパルタはアテナイの先制的支配に対して離反するポリスが現れるとこれを支援する姿勢を見せることもあった経済的なシーレーンをエーゲ海に築き上げマーケットが成熟してゆくとイオニア海にまでマーケットをアテナイは拡大したエーゲ海のマージナルシーに相当するポリスを デロス同盟の参加に支援外界の派遣を握ったアテナイはその勢力をペロポネソス半島の反対側に位置するイオニア海にまで伸ばしたのだった。ところがこの行為によりコリントなどイオニア海でマーケットを展開し住み分けていたポリスとの対立を生む。同時にスパルタなどペロポネソス同盟参加にある陸軍国家からすばペロポネソス半島を包囲するような形で デロス同盟参加のポリスが増えるように映る。陸軍国家にとっては、リムランドをデロス同盟に取られていくも同じであった。このデロス同盟による経済圏の拡大が、経済的にも軍事的にも緊張を生んでいく。中立のポリスたちも、敵対するポリスが片方に加盟すれば、もう片方は対立する同盟に加盟するなど、参加のポリスたちの対立が次第に表面化していった。 次第に加盟している小さいポリスの利権対立に当てないとスパルタは振り回されていくことになる。この冷戦さながらの代理戦争の様相を呈すようになってゆき、一気に緊張が爆発したのがペロポネソス戦争であった。紀元前431年には両者の対立は頂点に達し、ギリシアの諸ポリスによる深刻な内戦ペロポネソス戦争が勃発。 紀元前404年、アテナイの敗北が決まると、デロス同盟は解散した。結成当初は、対ペルシャ侵攻を想定した、アテナイと関英外界のショポリスの海軍力を一定に保つための軍事同盟であった。テミストクレス・キモン・ペリクレス時代。ペルシャの保有する艦船の数は多かった。ペルシャは、フェニキアやエジプトを侵入させ、そこの港にある船を戦争に用いた。 その物量に対抗するための艦船の数が戦争前のギリシアには不足していた。この問題を解決するためにテミストクレスはアテナイとピレウス港を一本化し保有する戦艦を200隻まで増やした。ただ増やしただけでなく修理、回収ができるだけの設備をピレウス港に増築し物資を常に備蓄させている。戦艦を操る小手たちにを公務員として 常にストックし、技術者たちの連度が下がらないように維持していた。ピレウス港は交渉として機能するように作り変えられ、アテナイを海軍国家から海軍国家へと変貌させた。この軍拡によって、ペルシャ戦争におけるサラミスの海戦で、ペルシャ艦隊をほぼ全滅させクセルクセスを追い返した。しかし、戦争後もペルシャ帝国が再度進行するのではないかという不安が残た。 ペルシャの脅威という問題を解決するために結成されたのが結成当初のデロス同盟であった。エーゲ海の沿岸部や島にある小さな都市国家同士が力を合わせることでペルシャの海上侵略を防ごうとしたのだった。しかし、艦船と小切手の維持には莫大な維持費が必要となる。これは当てないだけでなく他の都市国家も同様に軍事力の維持が課題となった。 ペリクレスは、各々のポリスの総生産に応じて、納金額を調整し、効能義務を課した。加えて、非常時には、当てない海軍力への支援を約束した。これにより、キリシア世界全体の海軍力を高めたまま維持する、ことが可能となった。ところが、カリアスの和訳により、ペルシャと不可侵条約が結ばれる。加えて、 アテーナイとスパルタとの間にも急戦協定を結ばれ、ペリクレスキのギリシア世界には内乱や騒乱を除き平和な時代がれた。それは同時に、ペルシャからの侵略の脅威が消失し、デロス同盟の意義を問い直さなければならないこととなったことを意味した。平和になったことにより一転して、デロス軍事同盟としてのメリットが消失してしまい、 分担金だけをアテナイが占める形になってしまった。そこでペリクレスは200隻の三段回線を商船として利用することにした。そうすれば船のこぎ手という技術職者を常時保有でき、官営外界のマーケットの発展という形でデロス同盟を持できるからだ。加えて他のポリスはアテナイの軍艦に守られて商品を運搬できるため海賊に対する 対策としても利用できるメリットがあった。このように、関英華界の海運国家の都市国家のポリスの経済を良くするために同盟を運用することとなった。これにより、デロス同盟は軍事同盟から経済同盟の意味合いが大きくなってく。この英華界へ展開したマーケットにより、デロス同盟加盟国家の経済は格段に良くなり、戦後の高度経済成長を促した。 出土品などから様々な都市国家との交易が行われていたことがわかっている。平和になったことでペルシャも商売相手としてアテナイや他の諸都市と貿易を行っていた。ギリシア世界、そしてペルシャのあらゆる商品がアテナイに集まり、そこに資産家や実業家がたかる。そのして当然発展する都市には学問も流星し、 ギリシア世界の学問の中心がアテナイへと移って行ったのもこの時期である。強力な軍事力でギリシア世界の独立を守り、ペリクレスやスパルタのアルキダモス王たちの努力によって繁栄の時代を作り上げた。この時期はアテナイの民主主義の最盛期と呼ばれ、アテナイのペリクレスの評価にもつながっている。だが民主主義を採用するアテナイや他のショポリスで出た。 意見も尊重しなければならなかった。そこで発生したのがサモス島のポリスの反乱であった。ペリクレスはこれに大使武力でもって鎮圧を行った。しかし戦後処理としては主犯格の数十名を処刑したのみで他の反逆者たちはペルシャのサトラベに一時的に交流されただけで帰国した。また、ポリスを植民地化せず独立を維持させることによりデロス同盟とは 海運都市国家同士の運命共同体であることを印象づけることとなった。テロス同盟とは海運都市国家同士の助け合いのために不可欠であり、非常時には助け合わなければならず、そこに上下はないことを強調した。この処置が後に最後まで、親アテネ国家として残るサモス島と、次の記事で国家号と植民地にされたがために真っ先に反旗を、 ひるがえすレスボス島との決定的な違いとなって現れる。あくまでどんな国家もデロス同盟には必要であるという一体感を先導家たちは踏みにじることになる。紀元前431年にペロポネソス戦争が勃発し、紀元前429年にペリクレスが死去して、以後民主制国家アテナイはデロス同盟の名手でありながらアテナイを支配していたのは 先導家、デマゴーグたちであった。民主主義政治のリーダーたちと異なり、世論の刹那的な意見を即座に政治へ反映したがる。衆議政治、デマゴギアは長期的な視野を無視した政策を連発し、徐々にアテナイの国交を浪費していった。そして、名主たるアテナイの混乱は、デロス同盟にまで悪影響を与え始める。これが一部の学者がデロス同盟を アてない海上帝国と揶揄する原因の一となってゆく。この変化は、レスボス島におけるミュキレネを中心としたデロス、同盟脱退を掲げた、反乱の鎮圧や、中立を維持していたメロス島の攻略戦後の戦後処理にも如実に現れていた。ペリクレス時代では、反乱を起こしたポリスに対しても、反乱鎮圧後は、国家としての独立を認め、処刑も首謀者たちだけに抑えておいた。 ところが、クレオンやニキアスが、ストラテゴスの時代においては、成人男性をすべて処刑し、国家としての独立をなくし、アテナイの植民地にまですることもあった。ここに、政治的な意図や意味は皆無であり、アテナイが、強権的かつ保険的な振る舞いを始める時期となる。また、クレオンがブラシダスに打たれた後に、アルキビアデスが提唱した主サイへの遠征では、 民主主義の悪い面が現れる。戦況が悪化しているにもかかわらず、アテナイは同盟均衡からにして、兵を続けた結果、キュリッポス率いるペロポネソス軍に完全敗北。第一次遠征軍を率いたニキアスとラマコス、さらに追加で派遣された増援軍を率いるエウリュメドンとデモステネスの、計4人のスラテゴスを含めた全軍が死亡するという、最悪の果てに終わった。 その後のアテナイは一度、加藤政に移行した後民主制を復活させるが、人材が枯渇した状態のアテナイにおいて、民主制そのものが機能せず、自家中毒を起こすようになってゆく。周期。財源が枯渇したために税金を課す。それ自体は悪くないが、課税対象をアテナイ以外のデロス同盟加盟ポリスのみに限定し、アテナイ自身は免税した。加えて、 シュラクサイの破兵で人材が枯渇しているにもかかわらず、ペロポネソス同盟軍に敗れたストラテゴスを市民集会で極刑に処すなどし、デロス同盟に加盟しているポリスの国庫と破兵され、兵隊を浪費していった。加えて、アテナイ海軍もペロポネソス同盟とペルシャによって三段回戦の小切手をヘッドハンティングされ弱体化していった。軍事的にも、 経済的にもデロス同盟は境外化していった。最後は、スパルタのデュサンドロスがアイゴスポタモイの海戦で、アテナイを破り、デロス同盟ショッポリス及び、植民地から、アテナイ市民総員を強制退去させたことで事実上壊滅。正式にはデュサンドロス率いるスパルタ海軍や、スパルタをパウサニアス率いるスパルタ軍にアテナイは、包囲され、アテナイは、スパルタ軍撤退と引き換えに、 ゲロス同盟の解体を公式に認めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。